大相撲春場所初日、2024年3月10日エディオンアリーナ大阪。大相撲春場所は10日、エディオンアリーナ大阪で初日の取り組みが行われ、初場所で自身9度目の優勝を果たした横綱。照ノ富士、32イコール伊勢ヶ浜部屋、は小結、錦木、33イコール伊勢の海部屋、に敗れ、痛恨の黒星発進。大関、霧島、27イコール陸奥部屋、と豊昇龍、24イコール立浪部屋、も敗れ、いきなり一横綱に大関に土がつく幕開けとなった。写真、肩透かしで大関、豊昇龍を破る裏、右、今場所は琴ノ若が大関に昇進し、21年名古屋場所以来2年半ぶりの一横綱四大関時代が到来。上位が充実する中、注目の照ノ富士は結びの一番で返り小結びの錦木に苦敗。最後は力なく寄り切られ、手痛い黒星発進となった。新大関となった琴ノ若は平幕、熱海富士を叩き込みで下し白星発進。首の怪我で先場所を途中休場し、自身8度目の角番で迎える大関、貴景勝は前頭筆頭の難敵、朝乃山を叩き込みで撃破し、意地を見せた。残る大関勢では豊昇龍が前頭筆頭の技師、裏に肩透かしで敗れ、黒星発進。霧島も小結び、阿炎に苦敗。初日にして4大関のうち2人に土がつくことになった。また、史上最速タイの初土俵から所要9場所で新入幕を果たした孫富士は、再入幕の大奄美を送り出しで下し、白星発進を飾った。